昨日の配信終わりにみこちが左右反転するとイケメンになるってネタがありましたが、本当にかっこよくなっててちょっと驚きました。まさかナチュラルにみこちをかっこいいと思ってしまうとは、夢にも思わなかったです。今後も定期的に反転してくれると嬉しいです。ラーメンつけ麺、みこイケメン、オッケーイ！ちょっとやってみるか。どう？あ、なんか、印象違くない？分け目変えるだけでこんな印象違うんだ。なんか清楚じゃない？みこ。なんか、清楚って感じする。不思議だね。姿勢が上がってる。いいな、この前髪もいいな。かわいい。かわいい、マイチュー。ねえ。みご、今日のツイート覚えてるよ。みごがさ、わざわざさ、ね、ケイドのパンツ丸見えでさ、映ってる後ろ姿のさ、なんか映ってるとこでさ、アクタンとさ、マイチューがなんか言ってついててさ、今日も、アクア、かわいいな、みたいな。ねえ。後ろに映ってる人の気持ち考えたことあんのって思ったけど、今可愛いって言われたから OK でーす。常にその心を忘れないでね。ショートだとどうなの？見て。なんか清楚。どう？左右反転見よう。左に流してるみたいな感じで可愛いね。パッツンみたい。賢そう。マジか。じゃあ次見よう。もし新衣装が来たら。もう賢いスタイルで行こう。賢い。エリートスタイル。